はいどうぞ持ってくい。おうまい。基本水と塩と味の素しか使ってないですね。いらっしゃい、ラーメンつけ麺たけちゃん麺ということでやってまいりましたけど、このですね、私の力の入り具合、このビブラートが効いてる時っていうのは僕の得意料理を作る時ですからね。このね、入り口を見ていただいただけで、あの何を作るか分かっていただいた方は本当にね、もうチャンネル登録をしていただいている方だと思います。それでは今日は塩ラーメン、得意料理ですね、僕のラーメンですからね、塩ラーメンを作っていこうと思うんですけれども、これが本当の塩ラーメンだということで、お店で出てくるですね、塩ラーメンより美味しい塩ラーメンを簡単に作っちゃいますからね、ぜひご覧ください。あ、ただですね、ちょっと言っておきますけど、あのチャンネルでですね、あの紹介して、以前独立ね、3ヶ月か4ヶ月だけの限定の独立をした紫陽花の塩ラーメンには勝てないかもしれないですけども、それでもこれだけ簡単にできて、こんなに美味しい塩ラーメンだったらぜひ作ってみようと思っていただけると思いますんで、ぜひご覧ください。それではまず材料の方から紹介していこうと思います。詳しい量は概要欄の方に載っておりますので、概要欄をご覧ください。それではまずですね、スープの方から作っていこうと思います。見てください、スープのベースは水です。なんと水から作ります。そして水にこちら塩入れていきます。塩ラーメンですからね、当然塩は入ります。これね、皆さんね、こだわりの塩だと思うじゃないですか。このね、塩なんてね、正直ね、何使ったって変わんないです。いろいろね、なんとか岩塩とかなんとかかんだとかね、言ってるラーメン屋さんいますけどね、ラーメンなんてね、何時間も煮込んでね、やっていくんですからね、全く変わんないですから、塩なんか、実はこれ精製塩ですよ。はい。それでは味の素も入れていきます。お酒入れていきます。そしてごま油の方入れます。はい。あのこちらの先ほど入れた塩を溶かしていく感じで、このように混ぜていきたいと思います。これくらい軽く混ぜていただいたら、後であの火かけるんで、あの火の方かけますんで、これ完全に溶けきんなくて全然大丈夫ですからね。はい。そして最後に胡椒を少し入れておきます。はい、これくらい入れておきます。ちょっと混ぜておきましょうかね。うん、なんかこれだけ見たらちょっとなんだか分かんない、気持ち悪い感じですけどね、これが後で美味しいスープに変身しますからね。切っていこうと思うんですけれども、包丁がないということで、包丁来ました。ではまず玉ねぎの方をスライスしていきたいと思います。玉ねぎはこれ4分の1個ぐらいでいいですね。いきます。はい、玉ねぎ4分の1個切りました。続きまして僕の大好きな豚バラスライスです。これしょっちゅう使ってますね。でも豚バラスライスって意外と家に余ってますよね。でこれいつも言うんですけど、火かけると縮むんで、ちょっと大きめにする、あの切ってくださいね、これね。よいしょ。はい。そうしましたらこれらをですね、ちょっと炒めていきたいと思います。それではまずサラダ油の方引いていきます。はい。ちょっと弱めにしていただいて、何をするかというと、いつも見ていただいている皆さんは分かると思うんですけれども、油にですね、ニンニクとそして生姜、この香りを最初にまず移していきたいと思います。この時弱火ですよ。これでほら、うん、いい香り。はい。そうしましたら一気にね、材料入れていきますよ。まずお肉から入れます。玉ねぎ入れます。もやし入れます。はい、これ全部を炒めていきます。ここまで来たら火強くします。で軽くこうやって炒めて、火が入ったなと
野菜がしんなりしてきたなと思ったらですね、続きまして先ほどのスープを入れます。はい、これで玉ねぎ、もやし、豚肉から水だけで取ったスープ、先ほどのスープは水しか入ってませんから、それに味をよく出していきつつも、この油部分をスープに対して乳化させていく、そんなイメージでやっていただければと思いますんで、炒めるときに完全に火を入れなくても、ここで十分火が入りますから心配しないで、スープは入れていただいて問題ないと思います。それではここまで来たら一旦火の方を止めます。麺はもういつも通りですね、もう何回も皆さんご覧いただいているので分かると思いますけれども、こちらをちょっとほぐしながら入れていただいたら、優しく入れる、そして何もしないで放置をしていただいて、このまま待つということで、はい、麺上がりました。よいしょ、よいしょ、いきます。おー、うまそう、めっちゃうまそうやん。そして忘れちゃいけないのは、塩にはバターということで、バターの方も入れます。そしてあとネギですね。そして忘れちゃいけないのがですね、最近流行りの塩ラーメン、生姜がねちょっと乗ってるんですよ、こういう感じで生姜をこう乗せときましょう。あとで溶きながら食べるというね、技を使ってみたいと思います。はい、どうぞ持ってくい。それでは塩ラーメン出来上がりましたんで食べていきたいと思います。カンカンカン、いただきます。うまそう。まずは生姜溶かさずにちょっとそのまま食べてみますね。生姜はまず溶かさずに、おー、うまい、うまいぞ。このまま麺もいってみます。うまいぞ。うまそう。うまっ。水ですよ皆さん、水しか使ってないのにこんなに美味しい塩ラーメンができるとは。おお、ちょっと生姜も溶かしてみますね。生姜を溶かしながら、生姜はねちょっと味に飽きてきた頃にこうやって、うん、生姜溶かすとパンチが出ますね。パンチが出てね、さらに美味しくなる。だって皆さんここまで動画見ていただいたら分かると思うんですけど、基本水と塩と味の素しか使ってないですよね、スープにはごま油と。要はいかにシンプルに材料を組み合わせて作れるかなんですよ。素人ほどなんか何々さんがいいとか、あれがなきゃダメとか、こうじゃないと美味しくないとかなんとかって言いますけど、基本はねこうやってね材料を組み合わせれば、安い材料でも美味しいラーメンってできるんですよ。やっぱそれじゃないとねダメですよね。だってこのお塩だって海洋深層水とか、フランスのなんとか塩とか、なんとかの塩とか、なんかいろんなこと言う人いますけど、ただの精製塩で作ってますからね、これね。精製塩で十分、他でカバーすれば、塩なんかねあんだけ火入れたらね、何使ったってね正直変わんないですから。あとはやっぱりポイントとしては、その最初に生姜とニンニク炒めたじゃないですか、油で。やっぱあそこを焦らずにですね、低温でじっくりとその生姜とニンニクの香りを油に移せるかどうかなんですね。やっぱラーメンの香りって油に移ってなんぼなんですよね。そしてそこから一気に肉と玉ねぎともやしを炒めて、で軽く炒めたところにね、その豚肉の脂も出てますよね。そこでやっぱり豚肉から出たその脂が水に乳化することによって、味としての奥行きとかね、それから香りが広がってくるっていうことなんですよね。だからあそこの工程は非常に大事だと思いますんで、ぜひあそこは手を抜かずにやってもらいたいと思います。そして麺なんかは、もちろんそれは我々が使うような、本当にラーメン屋さん専門でやってるような製麺所で頼んだら、それはもちろん
麺は美味しいですけど、ご家庭でやるんだったらもうスーパーで売ってるね麺で十分、何の遜色もないんで、それで作っていただきたいと思いますし、それから味なんですけれども、ちょっと例えば塩味が苦手とか、ちょっとあまり濃いのが苦手っていう方は、概要欄に載ってる塩の量を少し減らしたり、しょっぱめが好きな人は逆に増やしたりしてもらえれば、本当にね自分好みにその辺もアレンジしてもらえると思うんで、あくまでも概要欄に載ってるのは大体の量なんで、塩の量、しょっぱい薄いがいい人は塩の量で調整してみてください。それからやっぱポイントとしては、やっぱりこれ僕のつけ麺もそうなんですけれども、すだちを麺に絞ることによってですね、僕のつけ麺っていうのは途中で味が変化して最後まで飽きずに食べれるような設計になってるんですね。なんでこの塩ラーメンも生姜を上に乗せて、途中で食べ飽きてきたところで生姜を溶いて最後まで飽きずにね食べれるように工夫してありますんで、ぜひ食べるときはですね、その辺のポイントも忘れずに食べてみていただければと思います。ここまでですね、動画を見ていただいて、気に入っていただいた方とか、いいなと思っていただいた方はぜひチャンネル登録と高評価の方をよろしくお願いします。そしてまたですね、コメントですとかレシピのリクエストなんかもじゃんじゃん受け付けておりますんで、ぜひよろしくお願いします。それでは本日は自宅で作れる本格塩ラーメンでした。ありがとうございました。良い良い良い朝ということで、面白かったり参考になったと思っていただいた方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。